激動の秋もさらに深まる。次なる戦いは魂震わす大阪決戦。スーパージュニアタッグリーグ2023開幕。10チームが総当たりで頂点を狙う。こっちに俺たちが不満使い盛り上げるからな。窮地の中が緊急合体。武蔵ヨージェットセッターズ、ケビンナイト、クシダ、ファンキーに燃えろ、ザ・ DKC 田口隆介。まさかまさかの電撃合体で旋風を巻き起こす。マスターアートエルデスペラード、全てを変える。高みちのく同期、四次元殺法マスクマンタック、ティーター武士。俺たちの強さを見せつける。藤田康生ロビーイーグルス、キャッチツーツー、フランシスコアキラ TJP、 狂気の IWGP ジュニアタック王者組、ドリア・モロニクラーク・コナーズ。楽勝楽勝、殴って殴って、はい優勝。金丸義信勝は 11.4 大阪リーグ戦上位2チームによる優勝決定戦で今年の覇者が誕生する。そして 10.24 後楽園ホールニュージャパンワールド認定 TV 選手権試合、怪我によりタイトルマッチ欠場となってしまったボルチンオレック、満を持して V14 の最強王者ザック・セイバージュニアに挑む。デビューからわずか1年半、未完の大器が未来をつかむか。最終戦 11.4 大阪ネバー無差別級6人タッグ選手権試合、王者からノンタイトル戦ながら2度の勝利をもぎ取ったザック・セイバージュニア。 10.9 両国で V3 を達成した石井智弘、棚橋宏、岡田和親に堂々の挑戦。メンバーのシェイン・ヘイスト、マイキー・ニコルスを引き連れ、極上スリーピースが奏でる骨太ロックで王者の牙城を切り崩すか。 IWGP ジュニアヘビー級選手権試合、6度目の防衛に成功した王者高橋ひろむの前に、後ろに石森だ、帰ってきた石森がヒロムの前に現れた。あの日の続き、 IWGP ジュニアをかけてもらってお願いしようか。今年のスーパージュニアでの屈辱からリボーン、復讐の弾丸王者に迫り来る。 IWGPUS-UK ヘビー級選手権試合、凱旋から1年、海野翔太が再び挑むのは、1年前高き壁として立ちはだかった王者ウィル・オスプレイ。 And United States Heavyweight Championship
新時代の先頭を突っ走るために凱旋の地大阪でパラダイムシフトを巻き起こす。そして If you want Will Ospreay, the great O'Conn wants John Moxley at Osaka。 なんと海野の師匠ジョン・モクスリーとオスプレイと同門グレート・オーカーンの一騎打ちも緊急決定。カンタンスプレゼンツスーパージュニアタッグリーグ2023ロードトゥパワーストラグル。